さあやっていきましょう。服の上から包帯巻き巻き男の冒険始まるよ。下へ参ります。あれ武器持ってないぞ。まあいいや。前回はちょっとね、剣道ショップ行ってみたんだけど、そっから地下に行くことはできなかったというね、無駄足を踏んだ回でございましたんで、もうお詫びじゃないですけど、今からね、Gをね、ぶっ潰しに行きたいというふうに思います。で、ぶっ潰して、まあ、研究所をね、臨んでいくという感じで、まあ、裏辺もね、いよいよ佳境を迎えているというところなんですけれども、さあ、果たしてどうなっていくかだよね。一発でぶちのめせることができたいんだけど、多分これで20発30発ボコ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 打ったとってね、大したことはできないと思うんだよね。で、あとやっぱりね、レオン編だとさ、どうしてもさ、おっぱい谷間キャッキャウフフマシュマロちゃんが見れないっていうのがね、どうしてもやっぱネックになってくるんだよね。個人的にはさ、もうちょっと行ってみたい気持ちはあるんだけど、一旦はもういいや。はい。どこかでゾンビが出てくるわけじゃないもんね。よし。じゃあ、下へ参ります。誰もいないけど、とりあえず銃を構えておく。もうゾンビってさ、神出鬼没だったりするじゃないですか。さて、ここで、わーって出てくることは、あれ、なんかごめん、一瞬画面変にならなかったよ。大丈夫？目玉親父がと、お、あ、いたね。じゃあ、あいつを倒したいけど、倒せるかな、まあ、倒さなくてもいいんだけどさ、なんかこう、ちょっとやっぱ、重なってきた恨みつらみっちゅうのを、ね、全然聞いてねえもんな。まあ、一発くらいだったらね、くらって、あ、倒れた。オッケー、今のうち。あ、でもこいつやっぱぶちのめすのに150発くらい必要になってくるんだろうな。全然、レーシックしてもダメだし、ICL してもダメだからね、もう眼球、もうめんどくせえな。倒せ。よし、倒れた。そんなことよりも早く。そうね。でもね、プレイ、あ、オッケー。よっしゃー。お疲れ様でした。そんなに勃起しなくても大丈夫だよ。やっぱり海外産だからね、長くて太いんだけど、柔らかいっていうね。時々無修正の動画とかもさ、あったりするとさ、すごいなんかぐにゃんぐにゃんしながらさ、女性の方がお手手でスリスリしてるところとかもあったりするじゃないですか。うん、あ、やっぱり日本人って硬いんだなって思ったりする。そういうの見たらね、外国人の、ロシアとかそこら辺のとか見たらね。でもロシアのさ、人ってなんであんな綺麗なんだろうね。劣化めちゃめちゃ早いけど。っていうことは失礼極まりないんだけど。まあ、とりあえずショットガンこんだけありゃ十分かなと思うけど、とりあえず、まあでもまあ。こっち持ってっか。ね。大型拳銃の方がそのストップパワー強かったりするもんね。じゃあこれではめといて。あれ？頼むよ。あれ？違ったっけ？ちょっと分かんなくなっちゃった。ああ、ん？ちょっと待ってね。なんか毎回これ迷ってる気がするな。ルークはナイトの隣でクイーンと向かい合わない。違う、これは合ってんのか。キングとクイーン関節、あ、これが逆だったんだな。オッケー。ほんでキングこっちはめて、でこっちがルークじゃねえや、クイーンだね。よし。待ってろよエイダちゃん、今からあなたのそのピッチピチのお尻をピッチピチしていくからね。エイダ、あ、いて、あ、しまった。組み合わせ先にパチッとやってくれよかった。違う。次。で、ここで、はい。よし、じゃあこれで、何だったっけな？何だったっけ？いけたね。よし。ピピッ！この帰っていけたらいいんだかってね。もう本当に、無理ぽよーどん。あれ？ちょっと待って、もう一回。あれ？意外と引きつけさせられるね。まずいぞ。これほんとここギリギリにとかないと、あ？構え方クソカッコつけてんな。ダッサ。そんな向きで使うのってさ、なんかほんとに、何？めちゃめちゃかっこいい。例えばトム・ハンクスとか、トム・クルーズとか、そのくらいのところの人たちが使わないと、その銃の構え方のやられ役だかんな。目玉がぴょろっと出てくるね。
完全なる天井を貫通させてるけど、あと何回、これでラストくらいかな。トータル、うわーやばい、めっちゃ燃えてる。超冷静じゃん、レオン。来たかな。お、来た来た。よし。で、あいつ生きてたか。さあ行こう行こう行こう。レオン裏辺だか、レオン表辺だったか、裏辺は今だ。クリアだったかちょっと忘れたけど。早いんだよな、あいつ走ってくんだな。一回なんかちょっと引っかかっちゃって、思いっきり攻撃をバコンって食らったことがあるっていうね。落ちてきたー。自分の体重支えられないので、そのまま下半身が砕け散ったら面白いんだけどね。そういうわけにも近い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 。痛い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 。まあまあまあ、そんな暴れなくても。ちゃんとこれ全弾ぶち込んであげるから、47発分ね。ちゃんとね。ほら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 。これとガバンです。全然食らわねえな。あ、ちょ、あれ待って、全然抜けることができなかった。やばいな、これこれまずいんじゃないか。ほい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 。オッケーオッケーオッケー。ポチッ。これやってる間に全部打ち込んで、さすがに47発打ち込んでか、これ一発一発打つためにめちゃめちゃブレるな。これでなんとかならないかな。はい、さよなら。あ、ダメか。ダメですね。仕方ない。じゃあもう一回ポチッ。もうでもダメージ与えとかなくてもめっちゃくる。あっ、ちょっと待って、そんな飛んでくるんかと思って。卑怯卑怯。めっちゃくるね。おい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 。あ、ちょっと待って、なんか抜けられないな。ムカつくな。無駄にダメージ受けてる。裏剣。接近戦は銃の方が早い。だが爪の方がもっと長い。長い、早い、痛い。ちょっともっとも。目玉。オッケー。ひるんだ。びっくりした、本当にも。待ってろよ。起き上がんじゃねえぞ。ハンドガン気持ちいいだろ。おやすみだぜ、バイバイ。この力だったら多分機械よりも、G2 の方が強いと思うんだけどね。はい。まあまあ、なんとか無事クリアすることができたんで、とりあえずね、この辺りでね、G2 をさらばして。はい。これでも、こっからどこに落ちてったんだろうね。このまま、あれかな、直接ネストに、ネストに調達しました、ピンポンみたいな。全然今喋れてなかったけど。で、あ、マグナム、マグナム、これも手に入るんだ。いいね。まあでも、まあ、このまま行くと多分またマグナムとか、ショットガンの弾とか、めちゃくちゃ余りそうな予感はするんだけど、仕方ない。これ、まあ、無限武器を使うにあたっての、まあ、なんかお約束みたいなね。まあ、とりあえず、ただ、大型拳銃はね、とりあえず持ってる分を全部ぶち込んだんで、ぶち込んだ結果全然ダメだったけどね。やっぱ、あの銃の構え方がダメなんだって、あの横向きに構えてさ、片腕でやるってさ、もう完全にカッコつけてやられる、あのギャングの一人みたいな やられ役だからね。エイダ、よろしくない、よろしくない。どこにいる？エイダ、どこにいるのって。こっちよって、あ、ち、あ、まさか、お前、ウィリアムに種付けされたか。大丈夫か、種付けされてない。自分じゃ抜けない。自分じゃ歩けない。急に甘えるんだよ。やって、これじゃ歩けないわ。抜いて、え、こんなところで、こらえろよ。こんなところで抜いちゃっていいの。ちょっと待ってて。うっ、ああ、じっとして。いった、じっとして。そうなんだよね、女性の場合はね、行った後のね、自分でやれる。ドーパミンのね、落ち着き具合が男性と違ってすごいゆっくりゆっくりだからね。だからアフタートーク、まあピロートークと呼ばれるもんね、ゆっくり。これからどうする。さあ、そしてレオンはエイダと違ってちゃんとサバイバルの技術知識を持ち合わせておりますんで、君を置いていけない、ね、ちゃんと地下に状態で包帯を巻いてあげると。こんな服の上からじゃなくてね。状況が厳しいのよ。そう簡単に引くかよ。そう簡単に引くかよ。今度は俺が抜いてもらったんだ。君を守る。今度は俺が君を。そこまで張り合うわけ。張り合ってるわけじゃないんだけどね。うん、捕まって。ついてあげるだけなんだけどね。助けようとしただけだ。気をつけて。さあ、表編で思いっきり突っ込んだ、もうあの下水道まみれの男とゴミ処理場で一晩を明かした女のね。キャッキャイチャイチ ャラブラブシーンが出てくるけど、これもまた強烈だよね。多分今お互い相当臭いと思うよ。
行くわよ。仮にね、昨日の晩お風呂入ってたとしても全くそこのもう防御線もクソもないくらいにね。さあついてこい。ネストへはケーブルカーで行けるわ。とりあえずもうアイテム整理は向こうついてからでいいから、とりあえずこのまま持ってったらいいかな。これアイテム整理できるのかな。まあいいや、ムシムシで、さっさと来てもらいましょう。ここのゾンちゃんがねいなくなってるはずだよね。そうなんだよね、ここでゾンビいなくなってんだよね。来ないな。ほらほら、あっこいよ女、赤いドレス来たな。おせんで足が。担ごうか。担ごうか。結構よ。子供じゃないんだから。子供よりも戦闘力低いだろ今。あいつ銃をすり抜けやがる。肩の具合は。見た目より痛い。二人揃って肩を。二人揃って。まあ片足どころかもう多分あの下半身全部もう肩桶に使っちゃってるようなもんだと思うんだけどね。まあとりあえずもうやつもうすぐ来るから。大丈夫。でもなんかさ、すごいバチ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 ってんだよね。これこのまま進んでったらさ、中途半端なところで電気が止まってで監禁されて、もうやることがないからとりあえずもう下水道の味とゴミ処理場の味のキスをしまくるみたいな。座ったね。じゃあ下へ参ります。この先は片道切符。覚悟片道切符。ここレオンの覚悟を聞く前にもうスイッチ押しちゃった。ちょっと待って、返して戻りたい覚悟はいいっていうのをこう聞かれる前にもうレバー引いちゃってたもんね。さあ皆さん、あのオンパート一番のお色気シーンでございますよ。接吻を交わしますからね。そうね。でもあなたは正式に任命されてない。こういうのやっぱちゃんとセリフを聞いて次どう進んでいくかっていうのを決めてやっていかないとね。なんか私を信じる。本当にそっちは、もちろん出なきゃあなたは死んでる。そうか。まあそうだな。あなたの助けがいるの、うん、今こそね。ワンちゃんに頭食いちぎられて死んでますからね。多分ね、助けてもらわなかったら。エイダ、だんだんこのエイダーが本当に最初ズタズタに映ったんだけど、個人的にはバイオシックスのエイダーが一番綺麗かなと思ってたんだけど、だんだんこのエイダーも綺麗にすごい見えてきたので、この人のモデル誰なんだろうな。本当に残念なのがアネットとシェリーなんだよな。シェリーに関してよ、私なら大丈夫。二人の見届けたいの。事件の結末を。口を挟むことなんてできないわ。あなたのこともね。まもなく。まあとりあえず今レオンはやる気もあそこもビンビンです。行って。お願い。行っていいの？こんなところで？持って行って。そんなちょっと大胆ですよ。こんなところで行っていいなんて。わかった。そろそろみんななんかね。特に女性の視聴者さんがいたとしたら殴りたいだろう。これが僕なんだ、ごめんよ。はい、ということでね、まあここでいろいろと企んでいるエイダちゃんがいるんですけれども、そもそも動きやすくするんだったらね、こんなところピンヒールできちゃダメよっていう話なんでね、そこら辺ちょっとスパイと失格だよね。 FBI でもピンヒールでね、こんなちょっとサバイバルを求められるような空間の中で仕事をするっていう人いないと思うんで、うん、じゃあ、なんか無駄にダメージを受けちゃっているんではありますが、この先はなんか進めるのか。ここにエイダ沈める。で、この川をさ、なんかG2 のとかさ、あれは、ね、G2 ってなんか、だんだん辻直人さんに見え、違う。G2 の破片とかが流れてたら面白いよね。よし、じゃあね、ここまで来ましたんで、次回はちょっと、ネスト編をね、いよいよやって、まあ、終わりも見えてきたというところにはなりますので、楽しんでやっていきたいというふうに思います。はい。こっち入って、とりあえずアイテム回収だけ済ませておいて、しょったまー。地図ゲッツー。OK。じゃあ、アイテム整理をしてね、次回パートに向けて、やっ
終わらせていただきたいというふうに思います。ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、最後まで応援をしていただけたら非常に嬉しいでございます。はい、あ、しまった、まあ送電しとけばよかったな、まあいっか。はい、これもいらない、これもいらないと。まあ、万が一の手榴弾じゃないやつに来ないのかな。はい。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。